どうも、皆さんこんばんは。東京グルカルナバルの1周年イベント、元井ガシャが明日で終わるんで、まあ石がねそこそこ、まあ、もっと溜まってたはずなんですけど、途中でねちょっと悔しくて何回か引いちゃったんで、まあ今んとこ44個頑張って溜めたんでね、ラスト引いていきたいと思います。サブアカの方はねちょっとリセマラのアカウントをいただきまして、月山のね、UR が当たったのと、SSR のムカデが、当たったアカウント、そっちの方もねちょっと最近ちょこちょこやってるんで、ボックスの内容的にはあっちの方が全然強いんですよ。なんでねもしかしたらサブアカの方希望とかあればね、ガチャの動画をサブアカも出させていただきたいと思います。もしよかったらね、見たいって方がいればサブアカの方でも、出していきたいと思うんで、よろしくお願いします。というわけで、1周年ガシャですね、ラストスパートかけていきますか。とりあえず単発から2回引いて、6連を最後に1回引いていきたいと思います。では行きましょう。来い、来てくれ。くまあ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 、 SR かよ。ただの SR はすまないが売却させてもらうぞ。よし行こう。まあね、単発ではなかなか引けないからな。なんて言うんだろう、 SSR が来ないっていうのがちょっときついかな。 SR の滝沢くんは結構使えるっていう噂を聞くんですけど、未だに捜査官チームは全然使ってないですね。イベントで制限のやつは来た時しか。ちょっと待ってね、最後6連いきましょうかね。いやー欲しいっすな。個人的にはムカデでも強いのは多分月山が一番強いはずなんですけど、まあねごちゃごちゃ言っても仕方ないんで、ラスト潔く1周年を、締めくくりたいと思います。いけー、くそくそシップ何が来るんだ。お、2枚あるな。トーカとアモンか。まあこっちのアモン持ってなかったからそうなんだけど、いやーどうですか。というわけで何回ぐらい引いたんだろうな1周年ガシャ。最初90溜まってたの引いたんだったけど、まあ多分合計でね40ぐらいは多分引いてると思うんですよ。まあ出ないよね。友達がちょっと一発で出しやがったので非常に腹立たしいですね。というわけで、1周年ガシャでした。皆さんは当たりましたでしょうか。じゃあまた2周年を目指して頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。また次回実況でお会いしましょう。